ナイス。お、あ、オッケー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 、来た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 。え、何お前手になんかつけてる。どこに繋がってる。あ、おった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 、落ち着け落ち着け落ち着け、こいつだこいつだ、可燃性のやつ。うん、走られたら詰むよね、そういえば、うん、あ、状況見て。おお、無理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 、散らばりすぎ。おお、待て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 、聞いてないって。オッケー。あ、嘘。はい、こんばんは、島津です。皆さん、バイオハザードオーバーホール版いよいよね終焉に近づいてきてますが、本日もやっていきたいと思います。前回はですね、そうですね、特殊ゾンビですかね、可燃性のガスを含んでるゾンビとか出てきて、まあそいつらかいくぐりながら、そうだね、下水処理場回りまくってたっていうところで終わりました。あ、だった。バッテリーが必要なんですよね。あそこに戻んないといけない。地下かな？地下の方に。もうハンターはさすがに出てこんよね。いや、ハンターやばかったね。毒付き。あれはちょっと予想外。いないよな。いたよ。みんないたよ。みんないたよ。ふざけたやつが。くそ。俺倒したつもりでいたんだけどね。倒してなかったか。これどうしよっかな。明らかに強化ショットガンで仕留めた方がいいよね。ここは。強化ショットガン持ってこよう。あれ、こっちから行けるんだっけ？どうだったっけ？ゾンビはいないけど、そう、破裂させたからね。可燃ガスが充満してるんで、ちょっと今はね、何もできません。だった。あれ、いける？あ、入れた。でも下行くと、こっから下行くと囲まれてるんだよね。ちょっと位置を見に行こうか。対処できそうだったらもうこっちから潰していければいいかな。おお、ダメ、ダメだった。ごめん、ダメだった、ダメだった、ダメだった。可燃ガスが充満してますね。だからナイフ戦しかできないか。ナイフ戦と、あとグレネードランチャーぐらいか。冷凍弾だから、ね、火花は散らないはずなんで、多分大丈夫だとは思うんだけど、でも普通のゾンビに冷凍弾って確か効かないんだよ。こっちから行くか。あそこはちょっともう立ち位置が悪い。よっ。いいよ。危ない、ナイス。お、あ、オッケー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 。お、ハンターにもタックル効くんだね。俺タックルハンターには効かないと思ってた。ゾンビぐらいかと思ってたんだけど、おそらくね、ダメージ自体はね、入ってないと思うんですよね。タックルでよろめいても。マジか。あれ、ここも可燃だっけ？待って、なんかいない？あ、だって、あ、いよいよ！首チョンパ。首チョンチョンパ。あれ、前回もこのパターンだったよね、確か。いや、前回はあれだよ、撃っちゃったんだよね。あ、だって、撃っちゃったんだよ、言ってたのに。撃つな、撃つなって言ってたのに、あれ、これチャンスじゃないっていう風に。頭の思考が変わった瞬間、撃つなって言うね、その禁止用語を忘れちゃってたんですよね。いや、難易度高えな、ここ。俺が、可燃ゾンビをね、放置したからいけないんですけど、これさ、いけるよね。行こう。スルーするわ。痛い痛い。あ、見よ見よ、登らせてくれねえんだよな。登れればこっちのもんなんだけど。危ね、登れ登れ登れ、無理くり、何、危ない危ない危ない。
ふざけんな。くそ。ここもガス充満してんな。抜けねえか、どうにかして。これテープレコーダー動かすとどうなる？この状態で。はい。音が鳴って、寄ってくる？来た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 。え、何お前、手になんかつけてる。お、何何何。あ、今チャンス。いた。はい。あ、生体反応を表してるなんか装置かと思ったら生体、いや、ゾンビだから生体反応はないはずなんだけどね。まあ一定量のダメージを与えると自爆するタイプのゾンビだったみたい。あれか、あのバッテリーさえ取れば、おそらく可燃性ガスが止まるんじゃないかな。そう、バッテリー入れて稼働させたから可燃性ガスが発生してるんですよね、確か。つまり無理くりバッテリーのところまで行ければ打ち放題になるんじゃない。いける。ここ、ちょっと待って、バッテリーを取り外す。何、処理ルームの駆動中はバッテリーが外せない、どういうこと？あーん！おーおお！ちょっと待て、こっちこっち。反対ね。反対いる。はい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 。ちょっと待て。ダメ。ダメ。死ぬ。もう、バカ！え？一瞬生きてた、ジル。ダメだ。何も見出せねえ。はい、オッケー。ここまではオッケー。もうここで俺セーブしたいよね。それぐらいちょっと辛いんだけど。どうしっかな、あの可燃性ゾンビ。呼ばないでちょっと下に降りよう。いる？あれ？まだ充満してない。いるね。ちょっと待って。こいつ一回スルーして。こいつしかいないよね。オッケー。ここじゃない？プラスチック。ああ、待って。ここで使えんじゃない？まずはゾンビを倒さないと。あのゾンビ倒せないんだよ。爆発するから。ああ、だから、走ってくる。だから、そうだね。テープで呼ぶんだ、こっちの部屋に。こっちの部屋に呼んだ後、あいつを振り切って、下に行けば、うん。あっちの部屋にゾンビがいないから、そのまま。そうだね。いけるんで。いける。うん。カードがさせるんですよ。OK。これダウン取って、バイバイと。OK。もうこれで来ないはず。ちょっと待って。来るんだけど。みんなこれどうすればいい？どうすればいい？だって、あいつが死ぬと爆発すんだよ。それで、誘爆すんだよ。ガスに。無理じゃね？なあ、あいつ戻ってきてんの？バカじゃないの？マジ対策がわからん、こいつの。
マジ対策がわかんない。呼ぶまではいけたけどね。もうちょっと、もうあのセーブする。待って、分かってしまったかもしれない。あのね、ここでまずゾンビを誘導します。で、この後ろから出て奥のはしごまで無事に到達して、そっからダクトを通って部屋までたどり着く。もうこれしか考えられない。ゾンビが下の階に降りてくるのって、自分がっていうか、ジルが下に降りたのを見たからついてきたって感じだよね、きっと。だったら降りる、うん、場所を見せないようにして下に降りればいいと思うから。わあ、すげえしんでえぜそれ。だって緊急回避ができないんだよ、あんなか。これで読んであげて、読んだからこっちから出て、ゆっくり降りて、あった。で、回復して走る。飛ぶなよ。お願い、許して。確認だけさして。ほら。確認だけさして。ほら、こんかった。うわ。え、ここね、回復薬がないと罪ですよ。皆さん、回復薬ないと何回もやり直さないといけない。ほらね、えぐ。はい。これでガスが抜けるでしょ。それちょ、何？中の水に紫外線が当てられてる。これ何？カード発行している。何かのコードパターンのようだ。あ、今これでバーコードがついたってこと？これでバーコードがついたって。いいよ、みんな。また戻んないといけないんだよ、ここ。ほら。え、また戻んないといけないんだよ、回復薬使って。え、マジで回復薬ないと詰むぜ、ここ。走って、勝手に走れ、お前。これで、戻るんでしょ？うーわー。えぐみ？回復薬ないと。回復薬ないとえぐみ。まあ、自分は回復薬温存してたからあれだけど、えぐみが強い。このバーコードは例の場所ですよね。いた。まだ危ない危ない危ない。回復。おい、ふざけ。待って、お前らふざけんな。美味しい空気が吸えてますよ、みんな。美味しい空気が。次、ここだよ。危ない。おっ！美味しい空気が吸えてます。うわぁ、もう俺インクリボン使いたい。もうインクリボン使いたい。また。マジ、嘘でしょ。回復薬ないとダメだよ。ここだよね。はい。処理ルームの動作を止めて1階の排気を終えたようだ。あ、終わった。つまり可燃性ガスはもう発生してない、この下の階は。うわ、もうセーブするわ。ごめん、セーブする。さすがに俺もここで死にたくない。ほら、お前ら今までの恨み全部返してやるわ、本当に。ほら、道を開け。おー、集まれ。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。今日の日を祝おうじゃないか、みんな。さあ、列を作れ。おい。待て。なぜお前ら耐える。
やばい。終わりか。まだいる？まだいるね。ん？下か。ん？ちょっと待て。生きてた。よしよし。これで終わりか？いや、お前もか。ふぅ。ん？あれ？危ねえ危ねえ。スタックしたかと思った。で、バッテリーを外しますか。ああ、もう一杯か。俺さ、この謎をさ、解くまでに、解くまでに、50分かかってます。50分。もうエグすぎてさ、あそこを通ろうなんてもう考えもしなかったからさ。でも、鬼畜バイオだからなっていうのを考慮して改めてこう考えてみたら、それしかなくねって思って。案の定そうでしたよ。バッテリー取って、じゃあ、はめはめして、はめはめ。よし。動いた。行こうか。ちょっとまあ、セーブはしない。もう、インクリボン1個なんで。でね、戻されてもそこまで難しいとこじゃないから、さっきのとこに比べたら。そうだね。そうですね。このまま、ちょっと続けます。さあ、下には何が待っている？ボス戦はなし。ボス戦は。ほう。ほう。敵は？敵はいない。ありがて。あー。一杯や。これ行くと、あれ、ボス戦だったかな。頑丈な扉が閉まっている。プラスチックのカードを刺せば。これでいける。はい。で？おお、MO ディスクか。他はもうない。イベント発生なし。戻る。はい。ということで、本日はここまでにしておきたいと思います。おそらく、次回が、最終回になると思うんで、よかったらね、最後まで、見てやってください。はい。それでは、島津のバイオハザード3オーバーホール版になりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。